リートンソッシーのラジオ歴史小話、今日は祝日ですかね、はい、ですねラジオ歴史小話です。 今日日は祝日なので、まあ、ゆっくりとね、うん、3連休、久しぶりの3連休で、でね、まあ前回、11月3日の祝日は土曜日にかぶってしまったのでね、はいあの、3連休になってないっていうような方々も多かったと思うんですけれども、はい、やっぱこういうゆっくりとした、ゆったりとしたね、うん、平日がお休み、やっぱ土日が休みとちょっと違うじゃないですか、違いますね、なんかこの気分、雰囲気、ゆったりと。街歩,きたり歩いたりすると、うん、もう人の流れとか空気感がね、そうなんですよ。なんかねややっっっっぱぱ祝日日て土日とやっぱ違った,また またね流れ感があって平日なのにお休みみたいな、うん、普段ここに人たくさんいるのにいないっていうこのギャップに少し心地よさがねとかあとは今回はね久しぶりに月曜日じゃないんですよねお休みが確かに9月とかすっごい月曜日休み多かったですね あのハッピーマンデーが増えちゃったのでそれはそれで3連休を自動的に作ってくれるからいいんですけれども金曜日がね、はい、お休みで金土日がの3連休っていうのもなかなか、うん、なんだろう,っうなんか月曜日だと休みが一日伸びた感なんですけど <laughs> なんかちょっとこう違う感じがあってあかなんか面白いですよね。ここの中でやっぱこう 休みの時にどういうふうな時間の使い方をするかっていう上でも僕はやっぱ新聞をね結構ゆっくり読むんですよね。新, <聞 S 1> 新聞を。新聞を取っている紙で,て紙で取っている紙で取っているピシじゃなくてピシじゃなくて 2>, <ー>あの2つあって1つはまずチラシ広告広告。<広告 S 1> チラシをきちんんと見るですよやっぱりそこのチラシに入ってるってことはその人たちは売れなくて困ってたりとか新しいサービスを展開したりとかこの地場に自分たちはどういうメッセージを出したいのかで僕出入りしてる会社さん何社かあるんですけどみんな紙取ってるんですよねでその紙を取ってる新聞は僕見ないんですけど各地域によって当然区が違うので入ってるチラシが違うんですよ。ななななののののののかかかか人形町中央区どこでで当然入ってるチラシが違うそ 入ってるるチラシを見るんですそうするとやっぱりそこでも情報量が全然違うし誰にメッセージしてるんだろうって違いが出そうです、ね、違いも出るしそこにどういう人たちマーケットがあるのかとかあ<ー>、あのー、どういうふうにいい展開してるのかっていうのが見えてくるしあとは新聞自体がやっぱり、ね、新聞より大きいメディアってないんですよ。 なないいででですすしパソコンも起きるのってね昔ね iMAT っていうのがあって iMATiPhoneiPad に次ぐものとして iMAT っていう敷物の大きさのすごいでっかいものがあるんですそんなでっかいす。これが2014年に出る予定だというふうにネット業界も。 だけで検索数と出,、はい、出,出てくるんですけど iMAT に Apple ってつけて検索数と出てくるので興味ある人はちょっと検索してみるしてください。それで正解なんですけど、はいまあ、それは結局、ね、製品化はされずにれあのネットのギャグで終わってしまったんですけれどもでもそれぐらいの大きさがあるからこその視認性ってあって一覧的にパッっと目に入ってくる。うでこう新聞紙の大きさが、うん やっぱり出ないあとはその新聞を折り曲げたりとかこう動かすことによってより情報が取りやすくなる入ってきやすさがあるのでやっぱアナログの良さっていうのはその簡単に大ききくできる<ー>実はあのタブレットとかモニターとかで。 縮尺を変えて大きくして文字をすることはできるんですけどそのディスプレイ自体を拡張するのって結構大変なんですよねディスプレイもう一個買ってきてとかでも新聞って折りたたんだりとか広げたりとかこう読み方が結構自由自在にできるのでこういった意味ではアナログまあ新聞に限らずアナログっていうものについてはいろんなそういう便利さもちろん不便な面もあるで例えば僕しあの電車とかに乗ったら新聞持ち歩きはしないんですよ邪魔だし。 かるし電車の中ででない家でしか読まない。家でしだって家だとそれだけ広げるスペースもあるし電車でそんなね今新聞ドンって広げて読むんだったら結局折りたたんでちっちゃく見るんだったらそれは携帯のモニターでいいじゃない。邪魔にもならないしどうですか最近ちょっとずつ減ってきたんですかね新聞を電車の中で広げて読む人は減ってるんじゃないですかねだからそういう意味でもこう。 お家でおうで午前中がゆっくりできる時間帯っていうのはやっぱり新聞を結構熟読してるんですよね逆に僕帰ってから夕刊を夕刊は必ず紙で読むんですよ夕刊はあのね新聞朝ちょっと早いと一面とかちょっとだけあの紙で読んで残りは移動時間に携帯で見たりとか他の手段で見るっていうことになっちゃうんですけど夕刊ってもうなんだろう こう家帰って、読み届いてるのを見るので。<うん S 1> で、まあ、そんなにページ数も多くなるんで、わーっと読みながら、なんか家事やってみたいな。そんなこと。なるほどですね。いや、でも、新聞改めて意外といいなって思いました。僕最近、取ろうかな取らなきゃなって迷ってたんですけど。目の前に新聞の営業マンが。現れてるかなと思って <laughs> <laughs> ちょっとまた見方が変わったエピソードだったかなと思います。はい、祝日ぜひゆっくり過ごしてください。また来週、えー、ラジオ歴史小林、お相手はリートンとソシュでした。